はい、今日はフィンガーライムですね。こちらのフィンガーライム、森のキャビアと呼ばれるフィンガーライムですね。はい、紹介していきたいと思います。このフィンガーライムですね、すごい森のキャビアと呼ばれるだけあって、はい、溢れ出します。どう、あちゃん、はい、どうですか。フィンガーライムの収穫から直売所までですね、出荷の方していきたいと思います。はい、このまだまだ日本では流通してないフィンガーライム、果たして直売所ではどんな反応があるのか、今日も最後までぜひご覧ください。キャビアですね。はい、では収穫していきます。こんにちは、アツオです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。本日は8月の24日になります。はい、こちらに映ってるのは何でしょう。フィンガーライム。すごいね、わかるん、覚えてる。うん、覚えてる。はい、今回これ収穫して、ちょっと直売所の方にですね、こちらのまだ一般的には馴染みがないフルーツですね、こちらのフィンガーライムを出荷ですね、してみたいと思います。まあ、これが果たして売れるのかどうかっていうところもですね、近所の直売所に出して見ていきたいと思います。はい、では早速ですね、収穫していきたいと思います。トゲあるから気をつけて。ね、トゲがあるので気をつけて。あ、取れました。1個取れた。どう、匂い どんな感じ。あーちゃん、どう。酸っぱめの匂いがする。で、引っ張るんじゃなくて少し折り曲げる感じ、折り曲げる感じでやると簡単に取れます。はい、取れたね。はい、こんな感じでどんどんフィンガーライムを収穫していきます。でっかいの。で、我が家でもフィンガーライム10品種以上育ててます。で、こちらの方ですね、早めに開花結実して、もう色の方がですね、ちょっと黄色みがかって、まあ熟し始めたので、はい、先行してですね、取っていきます。大きいですね。フィンガーライム、まあ、フィンガーっていうだけあって指ですね。指ほどのライムってことでフィンガーライムですね。オーストラリア原産の柑橘類になります。はい、今回こちらのフィンガーライム、もう育てて2、3年ほどですね。こちらの苗は2、3年ほどの苗になるんですけど、はい、接ぎ木苗で購入して、まあ、今年はすごくたくさんなってますね。はい、鉢もですね、そんなに大きくない、何号鉢ぐらいですかね、まあ、10号ないぐらい、8号9号ぐらいの鉢でですね、こんだけたくさんなってます。すごい大きいね。で、一つの鉢からもう何本ですかね、2、30本取れる感じですかね。で、こちら無農薬で育ててます。はい、なので、まあ無農薬なので虫ですね、一部こうやって貝殻虫ですね、ここに貝殻虫がついたり、あとはここにいますね、アゲハチョウの幼虫ですね。はい、アゲハチョウの幼虫、はい、アゲハチョウの幼虫がついたりしています。まあ、大きなですね、病害虫被害ありませんので、はい、ここに置く。はい、大きな病害虫被害っていうのもフィンガーライム少ないですね。まあ、主にやっぱりアゲハチョウの幼虫ですねがつく感じ。はい、なので無農薬でも比較的栽培しやすいですね。家庭菜園でも育てやすいフルーツだと思います。はい、相当丁寧に収穫していきます。大事なフィンガーライム、はい、こんな感じで、はい、取って、で、トゲがやっぱあるんでちょっと痛いですね。どんどんカゴの中がフィンガーライムで埋め尽くされていきます。はい、で、なんで病害虫被害も少ないですね。こちら育てやすいです。で、植え替えの方も柑橘系なんで、そこまで頻繁に植え替える必要がないので、もうこの鉢で2年ぐらいですね、育ててます。あと3個だ。あと3個取ってください。最後1個ずつ取ろうか。フィンガーライムの収穫体験です。痛痛かった、うん、
はい、取れた。はい、取れました。はい、すごいね。全部で何個あるかちょっと数えてみるか。そっとね、そっと数えて。はい、でこちらフィンガーライムですね。剪定の方も特別ですね、難しい剪定はないです。こちらの今映ってるこちらの苗の方は購入してから枯れ込んだ以外一回も剪定してないですね。まあ、なので一応剪定しなくてもこうやって収穫までたどり着くんですけど、もし剪定するとしたらこういう内側に行ってる枝ですね。35個。はい、35個取れたようです。はい、ちゃんと戻して。じゃあ、なんで剪定の方も特別剪定しなくてもしっかり結実まで行きますね。またこうやって見える通りこの1本伸びちゃった、こちら徒長枝ですね。まあ、何かきっかけにこうやってビヨーンって伸びちゃうんですけど、まあ、こういう徒長枝は本来剪定してしまった方がいいですね。徒長枝にはやはり実がつかないので、こういう徒長枝は積極的に切ってもらっていいと思います。はい、こんな感じでね。はい、フィンガーライム、もう一種類の方もですね取っていきたいと思います。こっちもチクチクします。はい、こっちも丸めですね。こっちは丸みを帯びた果実になります。はい、いってーないってはい、いいよ、取って。えー、もう取ろうと。はい、ゆっくり、トゲに気をつけて取ってね。フィンガーライム主な使用方法はそのまま食べるフルーツではなくて、何かにトッピングですね、トッピング、カクテル、お酒に入れたり、あとはカルパッチョとか、あとは牛タンとかもすごく相性が良くて、過去にちょっと動画出したりもしてます。なので主にトッピングですね。レモンが合うものについてはもう本当に合う感じなので、焼肉の焼肉の薬味にしても本当に非常に美味しいフルーツですね。非常にたくさんなりますね。ただこのフィンガーライム、種から育てると結実まではすごく遅いので、まあ、育てる場合は継ぎ木苗ですね、継ぎ木苗の購入がおすすめです。 OK、 ここのちっちゃいのは取らなくていいかな。ここら辺は開花のタイミングがずれて、まだ肥大中ですね、熟してません。ここら辺はフィンガーライム収穫の目安っていうのが難しいんですけど、まあ、少し色がボケてきたなっていうところが、はい、収穫時ですね。完熟の目安としては本当に整理落下するまで待てばそれ完熟の合図ですね。はい、もうこれで終わりかな。あと1個、そこの取って、50個ほど収穫できました。はい、こちらをじゃあ今回ですね、梱包して直売所で売ってみようと思います。未生のフィンガーライムもあるのでちょっと見てみましょう。はい、未生のフィンガーライム、我が家でも実験的にですね育ててます。はい、こちらが未生4年から5年生の苗ですね。はい、こちらが未生のフィンガーライム。はい、まあ、元気に大きくは育つんですけど、まあ、花芽がつくっていう気配は全くないですね。はい、まあ、一般環境ですね、もっと冬場も加温できる設備があればもっと開花結実、まあ、成長が早まって開花結実が早まることはあるんですけど、まあ、我が家では冬は無加温ハウスで冬越しってことなんで、まあ、そういう環境で育てると、まあ、5年ですね、5年ほど、4年から5年の未生苗でもまだ全く花芽がつく気配はありません。はい、まあ、同じ大きさの継ぎ木苗の方はですね、やはり継ぎ木苗っていうのは一回開花経験した枝を台木ですね、主にカラタチというものに、カラタチの台木に継ぐので、まあ、同じ大きさであっても継ぎ木苗の方ですね、継ぎ木苗の方はもうしっかり実がついてます。こうやって、はい、もういろんな品種でですねフィンガーライム実がなってます。種類本当に非常にたくさんあるので、こういう丸い形のものだったり細長いものですね、あとは果肉の色も白っぽいものから黄色、クリーム色ですね、クリーム色だったり赤だったり様々な色があります。
こちらもですねすごく肥大してきて、この辺はすごいですね、大きいです。大人の親指以上ですね、ありますね。フィンガーといっても本当にとても大きいですね。なんでフィンガーライム、結論ですね、はい、接ぎ木苗を購入していただければ3年程度でこうやって収穫体験味わうことができます。はい、今回はですね直売所に出せるので、今回ですね少し相場よりは安くして、まあ、フィンガーライムの魅力ですね、まあ、自分の周辺地域の方に伝えていきたいと思います。では梱包して直売所の方に向かってみたいと思います。まあ、果たしてですね売れるのかどうか。このチャンネルはですね主にイチジク、熱帯果樹、こういうフィンガーライムだったりその他トロピカルフルーツたくさん育てていますので、興味がある方はぜひチャンネル登録ですねしていただけるととても嬉しいです。では直売所に行ってこようと思います。行ってきます。はい、今ですね家の中で収穫したフィンガーライム、汚れを拭き取ってですね少し選別をして、これから車に乗って梱包材は100均で買っていきます。で、車の中で梱包して実際に直売所に並べていきたいと思います。はい、これはココスヤシですね、ヤシの実もたくさんなってます。はい、ここでパイナップルの味がするんですよね。はい、では行ってきます。はい、こちら100均でですねカードタイプ、なんかスリーブケースみたいなものと、まあ蒸れないように袋に穴を開ける穴開けパンチですね。あとは子供たちのお菓子、車で梱包していきます。はい、車内梱包してます。はい、こんな感じで梱包終わって、トップの方もですね作って、フィンガーライムもこんな感じで全て梱包し終わりました。はい、値段の方は250円、税込み270円ですね。まあ、3本で250円、まあ、1本あたり80円ぐらいですかね。でちょっと様子見たいと思います。今年の方は、まあ、売れ行きとかは見て値段の方は、はい、変えていきたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。本日紹介したのがフィンガーライムでした。こちらもですね近年とても人気が出てきているトロピカルフルーツの一つです。耐寒性もあって育てやすいので家庭菜園向きの果樹になります。ぜひご家庭でですね育ててみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルではイチジクをはじめ様々な熱帯果樹育てています。興味がある方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、あとはこのチャンネルいつも応援してくださっている皆様、本当にありがとうございます。楽しい園芸ライフですね、皆様と一緒に送れてとても幸せです。今後もですねいろいろ情報共有して楽しい園芸ライフ送れたらとても嬉しいです。ではまた次の動画か各種 SNS で会いましょう。ありがとうございました。